今週の推しメンは豚骨ラーメンの本場福岡の行列店、モヒカン姿のカリスマ店主も登場です。ご覧ください、この卓抜したスープ、お前の魂です。いってらっしゃい。どういう意味ですか。よくわかりませんけど。ありがとうございます。埼玉県東所沢、入れ替わりで有名店主が登場するライブハウス型ラーメン店、ラーメンウォーカーキッチン。開店前からこの行列、福岡の大人気店が出店。はい、いらっしゃいませ。どうぞ。はい、いらっしゃいませ。はい、モヒカンラーメンです。私の名前は小保隆久です。福岡県の久留米市っていう南の方にあります。僕の最初の創業の時のコンセプトが、自分の子供、我が子に食べさせられるラーメンという思いで作ってます。はい、ウォーカーキッチンへようこそ。よいしょ。どうぞ。はい、どうぞ、いらっしゃいませ。はい、どうも、どうも、いってまーす。はい、お願いします。カフェー13番さん。はい、お願いします。はい、ラーメン2丁。はい、どうも。赤い薬味だれが入った、久留米の美味しいスープと博多の、極細麺を組み合わせた、ザ・福岡ラーメンって感じですね。フレッシュな豚頭とフレッシュな丸骨、約2時間を4工程で炊く、取り切りの本当にくどくないあっさりとしたスープです。麺はどんな麺ですか。切り場30番の低加水の極細麺になりますんで、そうですね、どちらかというと歯ごたえと小麦の香りを楽しんでいただけるような、そんな麺です。ちなみになぜモヒカンなんですか。いや、焼き箱も含めて、まあかっこいいかなと思って。他に髪型を知らないですよ。他に髪型を知らない。ハンバーグなんですけど、はい、あれはどういうメニューですか。豚骨焼き飯という新しいメニュー、やはり一番は熱々でお召し上がりいただきたい、それとお客様の前でジューって焼きながら仕上げていく、そういう意味でお客様とのコミュニケーションを取れる、本当に素晴らしいアイテムだなと思って作りました。本当に熱すぎる。迷惑ですかね。熱っていうお客さんが結構いるみたいな。やけど注意ですね。ご一緒に美味しい替え玉いかがでしょうか。ご一緒に美味しい替え玉いかがでしょうか。このマイクはいつ始めたんですか。マイクはですね、コロナになってたですか。大きい声で喋れないっていうのがあったので、マイクを外して出して、で店内でこんな感じでちょっといろんなお客さんに対しての顧客接点とかそういうので喋っていく、お客さん喜んでくださって、はいよ、一つスープ貼ります。はいよ、ありがとうございます。おばさんがいいところってどういうところですか。おばさんいいところあります。ないね。ありますよ。めちゃめちゃ元気なとこじゃないですか、やっぱり。味じゃない、うん、もう同級生なんだけどね、もういつも圧倒されてますよ。あ、同級生なんですね。知らなかった。同級生よ。あ、そうなんですね。僕は昭和58年生まれ。あれ、60人じゃなかった。そうです。ヤングヤング。はい、レモレモでお願いします。はい、レモレモ。はい、お願いします。はいよ。はい、よ。はいよ。はい、レモン2つ。お坊さん、レモンラーメンはどうやって考えついたんですか。レモンラーメンはですね、もともとまかないで最初柚子の皮で作ってたんですよ。ラーメン2つと、はい、レモン1つ。了解、のまのまレモンで。で、それを限定で最初常連さんに出してたらすごく評判が良くて、レギュラーでっていうことなんですよ。柚子ってなかなか年間通じて出ないじゃないですか。なるほど。で、レモンを最初サグ切りで出してたんですけど、やっぱ見栄えよく、まあ、良くなるように輪切りで出して、そこからいつの間にかレギュラーになっちゃったって感じですね。はい、オッケー。混ぜそば。混ぜそば。油そばも割と最近ですよね。混ぜそばが全国的に流行ったじゃないですか。うん、で、すごくジャンキーだったんで、僕の理念とはちょっと合わなかったんですけど、
無添加の丸大豆醤油を使ったらすごく美味しくなったので、そこでも生ニンニクでガッツリジャンキー中毒性を出して、なるほど。で今本店じゃそうですね、久留米のお店じゃもうラーメンと並ぶぐらい人気です。はい、今日もすごい出てます。はい、ありがとうございます。このハーフパンツはこだわりなんですか？いや、そうですよね、暑いんで。いや、本当暑いんですよ。めっちゃ暑いんで。でもお湯とか飛びます？いや、その日は全然大丈夫全然大丈夫。そっちの暑さは大丈夫？そう、全然大丈夫。動きやすいんで、とにかくもう一日立ちっぱなしなんで、こっちの方が珍しいと思います、すごい。あ、そうですか、はい、宮田さんもハーフパンですよ、これハーフパン。何？いや、ハーフパンって珍しいじゃないですか。珍しいね。暑いし。暑いし。絶対吐かねえよ。特に豚骨は。ですよね。ありがとうございます。いってらっしゃい。今日はご来店ありがとうございます。はい、食べてみていかがでしたか？本当に美味しかったです。あの、今まで食べた豚骨ラーメンの中で、私が一番気に入ってます。すごく味がですね、あの、豊かでした。ごちそうさまでした。何って召し上がりました？僕はまぜそばで、まぜそばですか。レモンラーメン食べました。レモンってどうなんだろうと思ったんですけど、なんか塩の味とマッチしててとても美味しかったです。ありがとうございます。まぜそばは程よく辛くてめっちゃうまかったです。あと店員さんのキャラも濃くなかったですか？あ、そうですね。あの掛け声、焼き飯の掛け声とかもすごかったです。ハンバーグ。ハンバーグ。どうして来ていただけたんですか？あ、よく来るんですよ。はい、30回目ぐらい。あ、本当ですか、ありがとうございます、はい、そこは今日はモヒカンがこれから。今日モヒカンがいらっしゃるんで来ました。でしょうね。久しぶりにお会いできた僕もとても嬉しいございます。ありがとうございます。とても美味しくて楽しい居心地だったんで、ありがとうございます。今日はありがとうございました。いってらっしゃい。いってらっしゃい。ありがとうございます。ありがとうございました。ラーメン店主をやっていて楽しいところとかどういうところですか？はい、そうですね、正直私もいろんな仕事転々とした経緯があるんですけど、こんなにドラマチックで、もちろん浮き沈みもありますけど、カウンターの90センチ80センチ先の向こうにはですね、お医者さんのお客さんがいらっしゃったり、弁護士のお客さんがいらっしゃったり、お子様連れのお母さんとかいろんなお客さんがいらっしゃるじゃないですか。分け隔てなくフラットに接していただく、私たちもフラットに接する、こんな素晴らしい仕事ないな。本当にラーメンというのはそういうお客様と私たちをつなぐ素晴らしいアイテムだなと思って、僕は本当天職だと思ってやらせてもらってます、はい。こんなふざけた、ちょっと痛いおじさんのラーメン屋さんですけれども、まだ次の世代にバトンタッチする、準備をやってます、若い、うちの若武者たちが一生懸命頑張ってますので、よかったら今後ともモヒカンラーメンで一緒に働きませんか？以上です。スタッフ募集。スタッフ募集、はい、すみません、ありがとうございます。ありがとうございます。応援してます。ありがとうございます。毎週プレゼントが当たるラーメン王家公式 YouTube、 ラーメンの楽しい動画や最新情報など役立つ動画、プレゼントが当たるお得な動画まで続々と公開中。ラーメンファンの皆さん、チャンネル登録をぜひよろしくお願いします。